ヒーハー、はい、始まりました。530円でコロコロコミック3月号出ましたね。はい、こんな感じで、ニンテンドースイッチ丸分かりブックとかジョニーザビー、はい、なんかジョニーザジョリーなんかあれですかね。はい、主役変わるの、新たな伝説見出すぜ、切り札ジョー。なんか新連載、前回スタートブック、勝ったじゃないよ、勝ったじゃなくなっちゃうの、嘘だ。しかもジョーって、しかも完全に漢字から英語になったっていう。なんで、なぜ主人公は変わったんでしょうね。はい、バディファイトです。こんな感じで500円デッキまた出るみたいです。お、袋閉じのジョニーザビギニーってことです。新しい主人公の髪型が、ちょっと微妙なのと、まだ慣れないですね。ジョニー・ザ・ビギニング、マスター・ブレイカー、このクリーチャーバトルゾーンに出たターン、各ブレイクの前に相手のクリーチャーを一体破壊する。このクリーチャーバトルゾーンに出たターン、相手プレイヤーをアタックできる。じゃあもう勝利するってことですか。そういうことや。相手プレイヤーアタックってことは、ダイレクトアタックじゃないの。シールドを割ると同時に、ただ単にスピードアタッカー能力っていうだけですかね。いや、もし普通にダイレクトアタックを初めにできるんだったら誰でも使うし、強すぎて禁止になりますから、ね、はい。ほら、ドキンダムのゴールドで出たこれですね、ジョリーザジョニー。はい、新しい主人公に、ニンテンドースイッチ買いますね。俺買うのはね、ゼルダとマリオカート8とボンバーマンやりたいっすね。スプラトゥーンは別に興味ない。マリオとかも出たら買うと思うんですけど、まあマリオカートがね、めっちゃいいなと思って、あとボンバーマンも良かったっすね。ゼルダですね、やっぱ。はい。こんな感じで、ちょっと新主人公がちょっと微妙な感じが俺はするんですけど、ちょっとコメントでなんかください。どう思いますかこれ。はい、こんな感じで、なんか個人的にはバディファイトの方がいいなって思う。3月25より新しく、はい、ジョーカーズ参上。本当に主人公変わっちゃったよ。世代交代か。カッタがめちゃくちゃいいキャラクターだったからね。ディエマって人気出たんですけど、なんかディエマの人気が下がりそうで怖い。すごいディエマ人気が下がりそうで。バディファイトも出ますね。バディファイトバッツになるらしい、なるらしいですね、新アニメ。バディファイトバッツ、だからこんな感じで新しいパッケージ、さっき出てましたけど、500円デッキとかもちょっと変わってるんですね。バディファイトはまだガオウくんが主人公なんで、まだ、これでバルもね、ドラムに戻ってくれると嬉しいんですけど。はい。
ということでですね、こちら新しいカードがついてくるっていう感じです。はい、あと任天堂スイッチブックですね。こちらはい、ゼルダとかボンバーマン、これボンバーマン好きなんで、これちょっと気になってるんですよね。リアルになった任天堂スイッチの、ただちょっと自分とこで任天堂スイッチ買う人が一人しかいないんで買わないかもしれないです。はい、でマリオカート8ですね、これちょっと欲しい。個人的にスプラトゥーンは買わないと思うんですね。スプラトゥーンみたいなやつ、なんかゲーム紹介されてましたけど、ゼルダは買う。あ、これはマリオのゲームですか。スーパーマリオデッセイ、あ、これは買いますね。はい、こんな感じで。じゃあ、まあ初日にはちょっと予約できなかったんで買えないんですけど、まあ必ず買いますね。はい、ジョニーザ・ベギング、こちら皆さんプロモカード手に入れてみてください。新主人公の初めての、プロモカードです。じゃあご視聴ありがとうございました。ておい。